こんにちは、アイです。今日はお気に入りのカップでコーヒーを楽しむというお話です。私は食後にコーヒーを飲んだりするんですが、今日はふといつも使っているマグカップではなくて、ソーサー付きのお皿がついてる大好きなコーヒーカップでコーヒーを飲んでみました。このコーヒーカップは、ゆっくりのんびり過ごせるようになってから使いたいと思っていたもので、ちょっと高価なものだったので普段使いにはしないで、ずっと奥の方にしまっていました。でもなんか今日気持ちがちょっとふっと変わって、あ、たまにはマグカップじゃなくっておしゃれな大好きな柄のコーヒーカップで飲みたいなと思って、そのコーヒーカップにコーヒーを注ぎました。で、一口飲んでみると、なんか普段のコーヒーの味よりなんかまろやかで美味しい感じがしました。ちょっとだけ気を使って丁寧にコーヒーカップを扱って入れたから美味しかったのか、それとも単なる気のせいなのか、よくわからないんですけれども、あ、やっぱりいいカップは今使ってもいいんだっていう、なんかそんな感じに思えました。私たちはよくこれは今度使おうとか、もう少し後になってからとか、今は忙しいからゆっくりできるようになったらといった感じで、先の楽しみにこう取っておく癖があるような気もします。今は忙しいから、今は子供が小さいからといった感じで、自分の本当はやりたいことだったり、自分がふっとリラックスできる大切な時間だったりを先延ばしにして、今の自分に優しくしてあげれてない、そんな人も多いんじゃないかなと思います。よく自分を満たすっていう言葉があって、本当に幸せになりたかったら自分を満たすことが重要って言われたりしますが、これって何かを自分へのご褒美を買ったり、何かこうたくさんのお金や時間をかけてやらなくても、ずっと奥に眠っていたいつかこれでコーヒーを楽しもうとか、ゆっくりできるようになったらこれを使おうと思ってた食器を出してきて、ちょっと丁寧にお茶を入れるっていうだけで、なんかこう満たされた感が出てくるので、いいんじゃないかなと思います。つい毎日のことなので、いつものマグカップでと思いがちで、本当に大好きな食器は奥の方にしまわれて、なかなか出番が来なかったりしがちですが、本当に大好きなものこそ今すぐ使ってあげたり、
どんな短い時間でもいいので自分の大好きなものに触れるっていうのは幸福度が高まっていいんじゃないかなと思います。ということで今日はお気に入りのカップでコーヒーを楽しむというお話でした。最後まで聞いていただきありがとうございます。